こんにちは。まあ悪いところというかですね、まあ2023年のトピックスでですね、まあこれを取り上げないわけにはいかないだろうっていうようなねことがあります。それがですね、これです。マルチインフォメーションディスプレイにおきまして、感圧式タッチパネルの不具合により操作できない、また誤作動する恐れがあることが判明しました。当該事象は保証期間経過後も発生する恐れがあるところから、保証期間の延長を実施いたします。それがですね、これです。これ見えるかな。あれで今切ってるから見えやすいと思うんだけど、くいね、これ見て分かります？めちゃくちゃねひび入ってるんですよ。最初またドリームさんの方にひび割れてますから交換したいと、コールでね出てるから交換してくれませんかっていうようなことを言ったんですよね。これですね、このマルチインフォメーションディスプレイの保証延長のこの話したんですよ。まだこのハガキは来てなかったのかな、その時は。最初ドリームさんで断られて、パネル面の傷割れ、これは保証対象の不具合には当たりませんみたいなねことが書かれてるんですよ、このハガキの中にもね。おそらくこれを見て、このディスプレイは傷がついてるから保証の外だという判断をされて、多分ホンダドリームさんの方ではただで交換はできませんよと、交換するんだったら17万円払ってくださいというふうに言われました。何回か林道で交換していることも、そこら辺言われたのかな、なんか傷つけたでしょうみたいなこと、確かに交換してますよ何回かね。ただここの地点にね、なんかこう当てて壊すなんてこれ不可能ですよ、この場所はっきり言ってね。でそのことも言ったら、それは振動でしょみたいな感じで、振動は確かにそのショックみたいなあるかもし、衝撃はあるかもしれないけど、それでもこんな風になるっていうのはどうなのって話なんですよね。で実際ね、自分が乗っててこれ思ったのは、結構ね日光でねやられてんじゃないかなっていう風に思ってます。なんか最初のもう1年くらい前かな、傷というか擦り傷とかいうかですね、その辺がちょっと見えたんですよね。でもその時は単なる擦り傷かなぐらいに思ってて、でもそれからですね、今3年過ぎてるのかな、過ぎた状態で今こんな感じですもん。で特にねこれがひどくなったと感じるのは九州ツーリングですね。九州ツーリングかなりの長時間をね、今年の夏暑かったですよね。あの暑い夏のね炎天下の中ね、まあ3時間4時間もっとか、ずっと走りっぱなしの時とかもあったし、割とずっと長時間こう日光に当てたまんま走ってたんですよね。それで悪くなったんじゃないかなっていうふうに自分は思ってます。実際この辺の詳しいことはね、本田さんが掴んでるのかどうかまでは知りませんけども、わざわざねこんなインフォメーションのお知らせとかね、出してくるぐらいですから、まあ何らかの情報は掴んでると思うんですけどね。その後ですね、こちらのハガキ届いてですね、ここですね、ここのホンダ市場措置コールセンター、それからお客様相談センター、ここに電話しました。その辺のこともね、経緯もホンダドリームさんの対応のことについてもね話しました。そしたらですね、最終的にこちらホンダさんの方からどうもドリームさんの方に連絡してもらって、
で、ドリームさんから最近ちょっと電話があってですね、この間は、申し訳ございませんと、交換するのにお金かかりますと言いましたけども、無料でさせていただきますという、回答をいただきました。この後、また交換作業をしてもらってですね、今のこのバキバキのこのね、ディスプレイともね、ちょっとお別れになっちゃうんですけどもね。これどうなんですかね、実際ね。タッチインフォメーションなんですよ、これ。他のメーカーさんがやってるね、こういう、液晶のメーター、液晶のディスプレイって、押しても多分ね、タッチしないのかな、すんのかな、わかんないけど。下手にね、これ、タッチディスプレイにしているせいでね、日光とかに弱いんじゃないかなっていう風に、ちょっと感じてますね。もし新しく、アフリカツイン買われた方は、やっぱここにね、いわゆるスマホの、透明な、指紋とかほら、防ぐためのやつあるじゃないですか。カバーね、透明なカバー。あれ、つけた方がいいんじゃないかなって、俺、実は思ってます。なんか、スマホですよね、完全にね。もう、この、アフリカツインっていうバイクの、もう、頭脳部分は、もう、スマホと一緒なんですよね。もう、その精密機械を、こういう風に外に置いて、まあ、走らせるわけですよ。雨の日も、風の日も、日光が強い日も走らせるわけだから、まあ、そらね、こうなってもね、俺は不思議じゃないと思ってるんですけどね。九州ツーリング行った時にもね、結構オドメーターがね、2000キロぐらいまで行ってて、まあ要は帰ってきた時に3000キロとかで、おーって感じで、こう、写真撮りたかったんですよね、本当はね、動画でね。もうそれもね、途中でリセットされちゃって、残念ですよ。まあそんなどうでもいいっちゃどうでもいいんだけど、多少ね、オドメーターがね、リセットされちゃってもね、まあ残念で済みますけど、ちょっとね、特殊な走行してる、走りしてる時にね、設定がこう、元に戻っちゃったりするとね、ちょっと怖いですね。交換しますっていうのはね、英断だと思います。ホンダさんさすがです。さすがホンダさんです。ホンダさん、最高です。と言っておきましょう。10年間の間ですね、保証をしてくれる、すごくいい会社です。ということで、なんとか持ち上げて、この話はハッピーエンドということで終わらせたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいね、ボタン、お願いします。スーパーサンクス、投げ銭を、お願いします。ご意見、ご感想を、お願いします。次回作に、ご期待ください。